離婚した芸能人がヤバすぎる。船越英一郎、松井和代夫妻。松井さんはバイアグラ100ミリ男と旦那の船越さんを罵った動画をアップロードします。船越さんと息子に血縁関係はなく、松井さんの連れ子でしたが、関係は良好。むしろ松井さんと仲が悪く、成人と共に離婚しました。坂口あり、バイキング小峠の元カノで、破局後はセクシー女優として活躍していました。一般男性と結婚しますが、2ヶ月で離婚しました。東出昌大、杏夫妻。東出さんは映画で共演したカラタエリカと不倫をします。東では家を追い出されます。アンさんの父親の渡辺健さんは浮気癖がひどく不倫を嫌っていました。